さあ、さすがは健三や。俺とは目の付けどころが違う。誠一くんこそ見事な発想です。その柔軟な考えを見習わなければ。二人が仲良くしてくれて嬉しいわ。当然や、俺たち仲間やからな。なあ健三。ええ、誠一くんはかけがえのない友人です。かけがえのない友人。鳥肌が立ってもうた。心にもないことを言った舌を今すぐ切り落としたい。早くどうにかしないと。ハンドレッドノート。やっと帰れるわ。しかし面倒な聞き込みやったな。そうですね、誠一くんは大声を上げていただけでしたが。はあ、話をややこしくしたのは健三やろ。だいたいな。困ったわ、どこに落としたのかしら。お、どないしました？何か探しとるみたいやけど。巾着袋を落としてしまったの。孫からのプレゼントなのに。そりゃ一大事よ。俺たちが一緒に探したる。健三、お前はあっちを。バカですか誠一くんは。闇雲に探して見つかるものでもないでしょう。こういう時は警察に任せるのが一番です。はあ、薄情なやっちゃな。心狭すぎてびっくりするわ。二人とも喧嘩しないでちょうだい。元はといえば私が悪いの。自分で探しますからお気になさらずにね。あ、危ない。お怪我はありませんか？ありがとう。足が悪いんやな。歩くだけでも大変やのに落とし物まで探すなんて。けど。じー。仕方ありません。おばあさん、私たちがお手伝いしますよ。でも私のせいでまた二人が喧嘩したら。喧嘩なんてせえへん。俺たち実はとっても仲良しなんやな。あ、は誰がなあ。ええ、私たちが協力すれば落とし物なんてすぐに見つかりますよ。ありがとう、心強いわ。まるで大きな孫が二人できたみたい。誠一くん、後で覚えておきなさい。向こうから歩いてきたんやろ。ならあっちに向かって探していけば見つかるんやないか。すでに誰かが拾って届けてくれているかもしれません。まずは近くの交番で落とし物が届いているか聞いてみましょう。ん？はい。待てや健三、交番は歩いてきた道と逆方向や。先に届いてる可能性は低いやろ。だからといってどこで落としたかも定かではないのに適当に道を歩いて見つかるわけないでしょう。なんやと？喧嘩はダメよ。落とし物をした私が悪いのだもの。やっぱり一人で探して。まあ確かに健三の言う通り警察に聞いた方がええかもな。冷静になるのも大切やもんな。健三さんも誠一さんのことを褒めてあげてほしいわ。喧嘩したままだと悲しいでしょ。誠一くんを褒める。いや、思いつかんのかい。うるさいですね、今考えています。考えるよりも先に動くのは誠一くんのいいところだと思いますよ。見事なまでに棒読みやな。よかった、これで仲直りね。なんだかどっと疲れました。奇遇やな、俺もや。見つからんな。警察にもそれらしき落とし物は届いていませんでしたね。そろそろ日が暮れてきたの。これ以上は無意味です。諦めていただくしかないでしょう。の、まだ見つかってへんのやで。しかし暗くなればより見つけるのは難しくなる。このままではおばあさんの体にも負担がかかります。しかしやな、お孫さんのプレゼントなんやで。だからって体を壊してしまったらどうするんです。これ以上迷惑はかけられないわ。一人で探しましょう。大体健三はいつもいつも。って待て、おばあちゃんがおらん。いつの間に。きっと俺らが喧嘩してたからや。探しましょう。おう、ばあちゃんどこや。
聖地くん、あそこです。暗くて足元がよく見えないわ。危ない、車が。ばあちゃん、手伸ばせ。ケンゾ、頼む。まったく、聖地くんは無茶苦茶ですね。おばあさん、お怪我はありませんか？聖一君は？お気になさらず、彼は体が多少頑丈なことだけが取り柄ですから。少しは心配せんかい。口に葉っぱが入ってもうだわ。お、なんか落ちとるな。あ、二人とも今日はありがとうね。まさか倒れ込んだ植え込みの中に落とした巾着袋があったなんて。誰かが掘ったんやろうな。探しても見つからんはずやで。本当に、なんとお礼を言ったらいいか。気にせんで、困った人を助けるのは当然やな。聖一君と意見が合うのは尺ですが、その通りです。またそうやって。で、すまんばあちゃん、また喧嘩するところやったわ。いいのよ、二人は喧嘩するほど仲がいいのね。あ、喧嘩するほど仲がいいか。おばあちゃん、最後まで勘違いしとったな。え、ひどい誤解です。まったくや。お前はどうしていつもそう闇っぽいんや。おや、分かっていたんですね。意外と賢いじゃないですか。そういうとこやぞ。昨日はちょっと見直したけど、俺の勘違いやったわ。私は見直してもいないし、勘違いもしていませんよ。はあ、朝から元気だな。仲がいいのもほどほどにしなよ。よくありません。ハンドレッドノート、初の小説が発売されるよ。まどかさんの活躍を描く4つの物語を収録した連作短編集。キャラクターデザインを担当されたミサ先生書き下ろしのクリアカードしおりがつきますよ。ランダム全3種類初版限定。今すぐ買いに行かなければ。おお、告知中やぞ。どこ行くんや。見てくれてありがとう。おやすみ。チャンネル登録と高評価もお願いせえや。いいじゃないですか、それくらい。他の動画もぜひ見てくださいね。笑みを甘やかすな。